おどす。おどす。おどす。あれ？働いてるの？はい、ちょっとあ内装。あ、内装やってる。はい。はやらせてもらってます。もうだいぶいい感じ。おどす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 。あ、すごいね。バーが完成してきてるじゃないですか。徐々に徐々に。徐々にできてるね。はい。ありがたいです。すごいね。オナ。え？オナ。これオナじゃないです。オナ。オナ頑張ってます。おめっちゃできてるじゃん。すごっ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。もう今ちょっとみんながやってくれてますけど、めちゃくちゃいい感じですね。かなり急ピッチでみんなのちょっと力を合わせてやってますけどね。めちゃくちゃいい感じ。いい感じですよね。はい、あれオープンが6月1日になったってことで、そうですね、もう本当に急ピッチや。もう泊まり込んで泊まり込みでみんなやってるんです、はい、すごいな。バーカンもいや、そうです。これも今日もう1日でもうやっちゃってる感じなんで、はいはい、壁とかすごいな。はい、適当に、まあちょっとその全部はちょっと楽しみにしてほしいですけど、あ、そうです。今日ちょっと、まあジェロニモとまあデスクとかいるんですけど、あと一食メンツ。また来たんだ、これから。ゼロにも今日魂らしいっす。魂。魂。聞いてます。はい。魂のレース。はい。これはね、まあジョイさんとも話はしたと思うんですけど、前々から言ってた、はいはい、大きいレース、はい、勝負のレース、はい、大きい勝負、それがゼロにもだと、はい、いうことで。え？マジで？これ誰？ゼロにもの？はい。ガチ？最後の鳥で。やめてください。いっぱいあるでしょ。今日なんか車出してくれるらしくて、はい。いい車乗ってるじゃん。あれ？かっこいい。いい車乗ってんの。ラングラー。こちらにもす。ゼロにも。はいはい。あ、ジョイさん。はい。あれ、やっぱりいい人だったみたいです。車、売れました。え、車よかったじゃん。はい。え、車売ったの？はい、めっちゃ良かったです。どういうことですか、その車、ゼロイモのラングラー売ったんすよ。え、ラングラー売ったんすか？売ったんす。はい。売ったの、あれ、あんだけ言ったやつ。はい。え、売れたって、いくら売れたの？10万とか5万とか。200 え、めっちゃ高くね？ラングラー、自分の愛車売りまして、そんで借金返済とかが結構あって、売っても足りなかったんで、もうせずに行くしかないって感じです。ファンは、どういうこと？そのもう負けたらやばいと。負けたらやばい。そりゃそうですね。買い目とかは何も決めてないんですよ。何も決めてない。競馬競輪場で浦和競馬です。浦和競馬？浦和競馬。はい。今日やってたんで。浦和競馬でいい？はい。もう地方競馬だって、はい、落ち込んだらもっと下がるみたいな。下がります。100とか板薄いんで耐えれるか分かんないですね。出せるよ。普通に。まあワンチームとかで。そこちょっとね、それは初めにどういうことか聞いておいた方が、ワンチームなのかワンチームじゃないのか。いやいや、どっちだっていいよね。ワンチームだったらやっぱ、まあ、今までですけど、その跳ねちゃったら、まあ、今日みんないるんで、そのもし100万が200万になったとしても、6とかで割ったら、ジロニモだけね、1人30ちょっと60万負けとかなっちゃう可能性があるんで。それはやめましょう。今日外伝で。外伝で。ついに、はい、この日が来たっていうことで。はい。はい、まあ、俺とかジョイさんからも相談したと思うんですけど、はい、はい。1週間ぐらい本当に、力が入んないというか、はい、それからだったでしょ。そう、もうずっと震えてましたよ。けどようやく来たんで、
もうあとはもうやるだけなんで。帯初めて持ちました。帯初めて。はい。でもこれで当てなきゃ、はい、首が回らないわけでしょ。いやもう絶対当てないとまずいです。これだあれだめだ。だって帯あってさ、はい、それ先返済しちゃって、はい、そしたらもう一旦落ち着くわけじゃん。落ち着かないのか。ちょっと落ち着かないです。けどまあ全部使えばギリギリ落ち着く感じではあります。ああなるほど。まあまあそういう熱い戦いにその参加できるだけ。確かにそれだけで十分ですよ。はい。まあ、ただ浦和競馬で合ってるのかとは思っちゃいますけどね、どうしても。ああなるほど。歌的にそこはちょっと怖いですけど、まあやってるところが当てればマイナスはないんで。あ、そう、当てればいいだけだ。はい。良かったかもしれない。これ負けた方がいいです。負けた方がいい。ありがとうございます。負けに行きました。負けに行きました。ありがとうございます。わ、ついてんじゃん、5-8-1。ありがとう。5-8-1、こんなにいけるの103倍。え？めっちゃイージーなやつだった。103倍？マジ？いや、ここに100万いったら奥だぜ。奥。じゃあ、そういう世界戦でしょ、だって100万あるって。けど、そういう世界戦ですね。1万だと思って戦おうと。ちなみに、まあ、俺たち温度もあるから、自分が300万の人で俺らいくらもらえる。はい、300だったら100くらいはもう渡そうかなと思ってます。ジョージさんに100、俺に100って、この人にも100あげたら、まあ、借金証拠になる。いや、じゃあジョージさんにもとりあえず100渡して、ジョージさんに任せますって感じで。いやいやいや、お前のあれだからお前がやった方がいいよ。300中300買ったら100はってことね。300買ったら100、400だったらってことは、この理論だと200欲しいってことだよね。300あって、300買ってだから400欲しい。300買って100万円あげるってことで、手元に200万にしたいってことだよね。手元300にしたい。勝ちに200だったら全部じゃん。だから、あ、全部が300になったってことですね。うん、そしたら50とかかな。分からん。じゃあ分かんないですね。ちょっとけど考えとかないと、うん、はい、300やったら50ってこと。何でもいいんだよ、何でもいいんだよ、別にお金欲しいわけじゃないからね。そうそう、間違いないです。究極だったらその分かんないけど、ギャンブルって性質上、はい、80% ぐらいの確率では、はい、まあこれ言ったことないけど、ゼロになるわけじゃない。はい、そうなっても大丈夫なの。あ、もうなったらなったでしょうがないですね。あ、その覚悟はあるんだ。はい、負けたらもう終わりなんで。なるほど。300万で50万だっけ。そうっすね。その理論だとさ、100が170万になった時はどういう感じ。100が170万。うん、1人5万ずつとか渡して、最後レースで個人戦してもらいたいですね。なるほど、ね、納得してないの。手がいけど、1人5万何もしてないのに手がいけど。いや、本当にピラニアだから。いや、本当にお前どこで今、なんかそんな難しい話できないですよね。なんでこのメンズさんは、このピラニアだけど。難しい話ができない。とんでもないよ、こいつ、本当。まずは勝つというか、はい、まずは勝ちますよ。失礼いたします。ハーロインカツとエビカツ丼でございます。はい、今日これ本当ね、焼かなくてもいいの。焼かなくていいですよね。はい、このままで。うん、うまい。うまいですね。
加熱使っといた方がいいかもね。はい、ここ出しますよ、全然。あ、いいよ、出すよ。横さないで。デリヘリって？おぉ、おぉ、言っとく？全然いいと思う。もし抜いとくってことですか？抜いときます、高級の場所で。ちょっとそれは先抜いてた方がいいってことですか？1レース目何いくらいくつもらったの？10から20。2レース目はもう10から20。1レース目じゃあ、予想してみよう。1は単勝にしようか。じゃあ単勝4番3番4番3番2番どちらに？1番が2番。単勝1番が2番どちらに？4番。2.6倍、20万。じゃあティーティービ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 うわ、一瞬バックしてませんでした。20万負け。うわ、20万負け。20万。いや、ってことは今本当はこれやってるかけてないじゃん、うん、ってことは20万に浮いたまである。あ、なるほど。ってことですね。で、この20万を1人4万までならいける。いや、惜しかったっすね。もう今マインドチェンジ。毎日です。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん、ちょっと調べて。おー、調べてきます。マジで。勝利を祝う。勝利します。気合い入ってきましたよ。飲んどかないと。はい、飲んどかないと。もう喋りもできないし、もう分かんない。もう何も分かんない。なんでお前飲んでんの？かっけないよ。いや、しっかり、しっかり。ありがとな。ありがとう。気合入ってきたね。これでようやく。気合入った。はい。いい目してきたね。はい。さっきまで全然なんかもう、ふわふわしちゃっててずっと。いいね。はい、もう行くとこまで行ってやろうと思います。いい目だ。はい。希望に満ちてるよ。第8レースが16時なんで、まあ8、9、10、11、12ですね。結構レースがあるっていう。まあ、あります、はい、あります。まあ100万勝負する男にあんまり誰が、ね、言えないっていうのもあるんで、まあ確かにそうですね。はい、まあ、こいつに任せようかなと思います。今パドック見たの3です。え、早くない？早くない？全然勝ってます。ちょっと見ていい？はい。なんかもうパッと見3番一番最初目入ったんで、印ついたら行ってやろうかなと思って。印ついたら行ってやろう。あの3だけ見たんで。いや、何がいいんだよ。でも印ついてたら行こうかなと思って。もうあんま自分適当だ。適当。適当。適当馬券だ。いや、魂です。魂ね。はい、自分の人生での3あるよ。一球戸建てで、はい、前走7、はい、前走7で、今回も7だと、まあ外れてるんですけど、3-7、確定目。次回確定目。あ、3-7だ。3-7。ありがとうございます。10いけます。え、10、単勝？はい。かかっちゃった、大丈夫だよ。いや、かかってます。全然。オッズも見てないけど大丈夫。大丈夫。オッズ見た方がいいんじゃない？ちょっとオッズだけ見てもらって。
これは僕はもう買い目は別に全部お前が決めるけど、はい、僕のあれだと、はい、その単勝と決めきるなら、はい、馬連とか馬単の方が高配当狙えるんじゃないのとは、分かんないけど馬と、いや確かにそれもありますね。こいつが行って3頭とかだったら3333とか、はい、9万とか12万とかで刺さったら多分、30倍とか40倍つくから120万とかは行くよっていう。まあけど単勝でもいいんじゃない。単勝しようか。もう1個これでいいぜ。11番でもいいか。3番いきます。3番だいぶ早いけど、はい、スピードの頃のりで、てかもしかしてさ、はい、その感じだと、まあ9レースも決まってんじゃない。名前だけ見てもらえばな。タイムトラベラー。タイムトラベラー。お前じゃん。タイムリープさんじゃん。いやいやいや、タイムリープさんじゃん。え、お前じゃん。ジェロさんだ。しかも4番。こいつがタイムリープしてたじゃないですか。してましたね、前回アトレティの時に。え？おもろ。最後進化してるんで長財布長財布みたいになってる。え、行くの行くの。ありがとうございます。山口達也です。3単勝11万、はい、とりあえずとりあえずこれあれなんです。今日が俺がどんだけやれてるのか見るだけです。いわゆる、まあ、その戦略的犠牲でもある。そうですね、完全戦略的犠牲ベッドです、ね、なるほど。自分の直感、じゃあこれがもし仮に外れるようなことがあったら、はい、直感でいかない方がいいと。そうですね、もう次のレースからもうガチガチです。ガチガチ、はい、一旦ちょっと様子見で、一旦様子見いきます。4.7 倍までちょっと。4.7倍？半分になっちゃった。3数。4.7 倍です。考えると11倍あります。え、11倍？4.7 倍。4.7。まあこういうのが分かってよかったですね。これでこれぐらい下がると。いやでも試しだもんね、これ。ジェロさん、ジェロさん。何ですか？ジェロさん。2番人気まで上がっちゃったんです。ジェロさんが2番人気に上げちゃったんです。2番人気まで上がっちゃったんです。1、3、6、2、2番人気。買う？俺らも違うの買う？ちょっと行っちゃいます。もう行ってください。これも最初なんですな。いよ、金ね。こっち、これが最後、俺らが走ってるやつが最後助ける可能性あるから。そうそうそう。保険。え、しますよ。違う。この人今日決めに来てる。違う。あのバーのあれがあるんで、お前の金だよこれ。じゃあ。ちょっと。2とかどうですか。2はきついと思う。きついですかね。副賞でいいから保険だから。ああ2でもいいよ。これがゼロにも救うことになるんで多分。ちょっと3万と
穴からのバイト。これ全部綺麗に刺されば15万ぐらいになるんで。15、でかいっすね。でかいっすね。はい、まあ、とりあえずこれあれなんですよ、セレモニーになってたらあんまり、そんなに、はい、そんなにまだあれ欠かせないきたなんだ、頑張れ、三が出遅れた。三です。三度です。三度です。あ、いや、でもこっから、まあ、もうしよう、もうしよう。あ、いや、ダメだ、三だ。どうめっちゃいい。あれ、上がってきてる、上がってきてる。あ、あれだ。え、めっちゃ上がってきてる。いや、三持ってこい。え、あれ、二番手、今。六か。あれ、もうすぐ三じゃない6は見えてたんですよね。9っすね。6、9だ。あ、刺してる。9だ。9っす。6、9、3。ソビさん。ソビさんの誕生日が6、9。なんかそこ。だったらまだ諦めつくね。そうですね。終わりました。俺の駒。こっからゼロにも集中。じゃ俺の駒。いや、財布に、これあるあるなんですけど、財布にちょろっとでも金残してると人の応援できないんで、わかるでしょ。戦略的犠牲。戦略的犠牲ベッド。オーケーオーケー。万事オーケー。俺の駒。戻ってきますから絶対。保険ってなくなるのか。いや、絶対戻ってきます。戻ってくる。まだ終わってないか。まだ終わってないです。欲しいです。確かに確かに。金はある。しこたまある。89万。三連単ボックス三通りだから六通りですね。それ2万ずつ6通りに打って12万ですね。次で終わんない。一目2万三連単一目2万ってやばい。あんま聞いたことないです。あんま聞いたことない。ちょっとこれでオッズがどんくらい下がるのかっていうのをまたもう一回ちょっと見てみたいってところもあります。今日さ、もう一回見るだけで終わんじゃねえんだろうな。一回ちょっと見てみます。3連弾がこれでどんだけ下がるのか。で、これで当たればもうこれゲームオーバーなんで。当たればゲームオーバーなんで大丈夫。これ一回ちょっと見てみます。これ様子見で終わるまでないよ。これその当た、なんか勝ち切ってるイメージがまだ湧いてないよね。それ俺もいつも勝ってないからですけど、あ、みんなこういう感じで俺のこと見てるんだっていう。確かになと。これいいと思うんですよ。これも当たっちゃえばもう勝ちですし、3連単でオッズがどこまで2万かけて下がるのか。で最終今これ500万とかあるんでしょ。暗いの。けどこれちょっと穴とかついてるんで、もっと普通のあれですかね。いやいやいいんじゃない。いやいいけど、お前の好きなんでした方がいいと思う。フォーメーションでいこうかな。わかんないですよね。いいじゃない。四来たらもう1451終わり。四来たら終わり。タイムトラベラー来たら終わりっす。四。はい。どうですかここまで。いやちょっとどうしよう、もう勝ってほしいですね本当に。なんかちょっと厳しい展開っぽいですけど、多分ここでジェルミやってくると信じてるんで。
この演出でやつね。ジェレミーとほぼ同期の弟子。クリアじゃん。クリア。秘宝殿のクリアじゃん。クリアだよ。お願い。ジェレミーは弟子がやっぱりいると心強いっていうか。はい、ね。心強いですね。正気を保てます。正気を保てる、はい、正気保ってなかったよ。正気保てます。保てないよ。今の祈りが通じました。なんとかまず1個当てて本当にリズム、はい、うん、1個当たれば2個当たる、2個当たれば3個当たる、3個当たれば4個、そんなことはない。正解。そんなの見たことない。そんなにない。そうカードが150の友達150だけでしょ、はい、実質150でしょ。友達150だと、うん、まずはカード大丈夫かですよ。カード大丈夫だよ。なんかあの詳しい人ちょっと DM ください。詳しい人とちょっとどうにかしてほしい。呼びました。ああ大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫。何社ですか。3社返してない。毎月返してます。もう返さなくていいよ。飛んじゃえば楽になるじゃん。あ、ありがとうございます。来た甲斐がありました。大丈夫か、大丈夫か。あれ、10じゃないの。5、10、10、9、9、9、うわー、9が1。しかも5、穴来てんのに頭で。ここで大丈夫なのか。ここで大丈夫。クズ6今なんで。5からのクズ6か。593。9が11万、25万。2500倍です。2500倍。2595倍。俺、後出しになっちゃうけど。はい。593、5912の2点。さっき言ってましたもん。トイレ行った時に。言ってた。トイレ行った時言ってました。本当。593、592。まあ、拾って598の3点。はい。3点。9か。1人10万。2億。そこしかねえっていう。はぁ、これ、300にしないとやばいですよ。これを、なんとか。これを。まあ、0でも80万なんてなかなかもう、目をくらむ大金だから、まあ俺がどうこうね、なんか言ったりとか、そのなんか迂闊に背中もね、こう押せないっていうのがあるけど、まあけどやるかやんないかお前だから、やるならやればいいし、はい、まだ今20万負けて済んでるなら、はい、やめるっていうのも手だと思うし、はい、やります。はい、次に行くべき買えないかもしれない。東京券をお届けありがとうございました。うまく。いや、外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 、やばい。371? 371。全部買ってない。全然買ってないっす。やっぱりちょっとあれっすね。いつもの俺の 7万しか買ってないのが不幸中の幸いなんじゃない。そうっすね、幸いです。あと買い方やっぱり変えないといけないっすね。371っすかね。わかんないな。3-1-1890です。え、3連単でマジで荒れてるな。いやー、なんか急に荒れ出したっすね。いやー、どうすれば。ここ来る前全然荒れてなかったのに。そうっすね。そういう来た瞬間に3-1-1っすね。マジ。いやー、これ当てらんね。7万で本当不幸中の幸いでした。1890。あの財布に入ります。さっきまで財布入んなかったのに。
71万1000円ですね。71万1000円、はい、あ、もしもし、やれてます。やれてる。あ、すいません、はい、3レース結局戦って2レースか、はいはい、3レースでしょ。3レース、3レースか。まだ全然あるんで、次ちょっともう決めます。もう決めるしかないかなって。はい、行きますよ。行きますよ。もう次行きますよ。もう桜みたいになっちゃってる。もう行くしかない。行くしかない。はい、11ですよね。穴っていうよりもね、はい、硬いところに行きたくなるのが人間ですからね。いつも広くすげえ穴ばっか買うんですよ、うんうん、けど金急に持ったから買い方がいつものゼロにも、はい、のやり方でいいんじゃない。そしたらもう俺ほんとなかなか厳しい戦いだ。厳しいっすね。やっぱりこう、うん、思いが強いレースほどなかなかうまくいかないもんがあるとか、あ、目がない日ってどうしてもあるんでね。それが本当にどうかわかんないですけど、まあ、どっかなんか展開を変えたいですけど、言うてもう次が11レースなんでね、もう11、12どうするか。まあゼロにもの金なんで、ゼロにはどこでいつか、うん、もう次一番人気って4倍なんですね。 T5？ はい、今日 T5 も来ないとも思ってはいるっすよね。11、12やれてる？やれてない。おい、同じか。いやいや、そのやっぱ仲間が今日熱いレースするってやっぱキスさんで、今日バーの内装終わらしてちょっと応援しに行きました。応援しに来たの？応援しに来たの？応援しに来たの？何しに来たの？2人？2人、まあ1人、3人、何しに来たの？またかっこいい登場してさ。ちょっと待って、それねえ、ねえ、何してんの？誰なんだよ、本当。ジョージ君、3万借りれる？ないよ。何が入ってんのそれ？これはカシューナッツ、スプラトゥーンのグミ。ゆうたくん食べる？いらねえよ。それだけじゃねえんだよ。今現状30万負けぐらい、はい、あと30で、次のレースが全つか全つじゃないかってところ、まあもう俺はもうどう、まあ今焦るけど、どうする？いや、みんな来てくれたし、ここタイミングかな。全つ70万、すごいな。いや、やばいっすね、ワクワクしますね。僕は予想したっすけど、まあ、11番ラインブレイカー、はい、ラインブレイカーっていう馬が僕は可能性あるんじゃないかなって思います。9もあるよね。10万打ったら腰下がって40万とかで、やばい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 、本当に厳ルックします。次のレースでいきます。次のレース、それはもう自分が決めることで、はい、もう無理です。今のそれは別に自分がルックだと思えばルックすればいい。ルックします。一番人気硬いんで、今回ルックでいきます。
行きます。ちょっとまあそれは緊張とかもあって、多分ジロニモに意外とずっとこう噛み合ってないような感じでずっとこの来てるんで、最後どうなるかっていうとこでありますけど、いやもうあれですよね、なんかやっぱあんまりその身内でこういうでかい金額の勝負することってやっぱあんま見てきてないんで、めちゃくちゃ楽しみです。うちの妹と、ね、アメリカは仲がいいから、そうですね、余計やっぱ気持ちはちょっと、はい、付き合いも長いんで、はいですね、当たってほしいですね。ジェロニモさんも泣いても笑っても最後なんで、悔いのないようにやってほしいですね。それだけです。ジェロニモ本当泣いてもらっても、はい、これがラストレス、はい、やばいっす、震えが。始まる。230倍の3連覆だったら300万ぐらいだよね。300万でも全然あるよけど、最終オッズ見てないから分かんない。よーし、頑張ってくれ。よーし、これがしかし勝ち。いや、頑張りまして。そうだね、けども3691がいればいい。OK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 
あ、一番人気。はい、もうダントツ一番人気。12-3。12がいるんですね。11上がってきてる。9-3-11でいい。よしよしよし。6いいよ。6はもうあれだった、穴だからね。9-3あるでしょ。9-3ある。9-3-11が来れば、うん。9-3-11が来れば。あとは1人じゃない。ない、ない。いや、みんな来てくれたし、ここタイミングだ。ゼッツ70万。すごいな。いや、やばいっすね。ワクワクしますね。2は最後何？2は2持ってる。2は持ってる。草津ない。2はないってこと。3、4、5、6、7。でもまあ微妙っすよね。めちゃくちゃ微妙な写真だった。いやでも一番人気3着ってことですか。そうそう、一番人気は3着なんで。うわ、でも3連ターンがねえのか。11が9も持ってない。9持ってなかった。3、6、9、11。最後2位ですよね。いや、わかんない。写真。うわ、2はやばいな。3、
いやどっち、2だ、いや2っぽいな、2だ、いや、うわ2だ、うわ2だ、2だ、うわこれ2だ、計算2、いやー計算何倍つくんだ、いやこれなんすか、これ9入れてない、これ多分本当はつくんじゃない、え、うわ何倍、848です、3連単で93に、えぐい、各組5000円買ってたから3連プクで、プクだったらじゃあ単でこんなもんっすね、こんなもんっす、人生っす、花さんの4着あれが刺さってたらジェロニモもう確かに当たってたもんね、当たってるし200万ぐらいになってたんですか、いや、さっきの391で12倍っすね、3連服3連服931で12倍12倍170万ぐらい、170万プラス他のも当たってるでしょ、当たってないか、ということで、はい、終わりましたね、やっぱさすがにね、いつもの5万10万っていう金額じゃなくてまあ100万、まあそれ僕が失ったわけじゃないですけど、まあ結構きついなと思いますね、はい、まあもうしょうがないんでね、とりあえず皆さん本当応援してくれてありがとうございました、ああもう幸せですね、取りたかったな、はい、取りたかったな、いや取りたかったっす、本当にあれ取れば弱いとこだったっすけど200にはなってたんで、いや最後花さ、ね、あのドラマだよね、普通なら11ですからね、まあでもなんか俺見てて思うけど、やっぱ全てがリアルだったよ、本当ですか、うん、やっぱ最初100万あって、はい、10万打ってでかいじゃん10万って、はい、でも別に残り90あるからそんな痛くないじゃん、いや全く痛くなかったっす、でもなんかこう徐々に減っていくにつれてやっぱなかなかこう買い目が決まらない、はい、で締め切りが来る、はい、で買えなかったりとか、はい、全てがリアルだったな、で結果最後鼻差で負けて、負けるドラマありましたね、儚いっすね、儚いっす、でも本当に何も言えんすね、え、何も言えんす、何も言えない、はいはい、あのちょっとありがとうございます、お疲れ様です、なんか悔しくてなんでお前が泣いてるの、お前じゃないの、お前じゃないんだってゼロなんだよ、いやだから全部悔しくてゼロジモを男見せたのに後ろ立ってるだけって、いやもう次は僕もなんかでかいことして、まあ、あのレジキンとかレジキン、やめろふざけんな、もう何言ってんだ、ふざけんじゃねえよ、ちょっとでかいの見せてきたいなって思いました、本当にすいません、ありがとう、ありがとう、いやはい、いやもう途中参加でしたけど、そうですね、アメリカは、はい、まあ最後見ててまあやっぱ神様ってなんかこう意地悪だなって思いましたね、はい、さあやっぱそのもうたらればなっちゃいますけど、そのまあ11が来てれば190万ぐらいでしたし、まあジェロニモが2番買ってればあれ2000万だったんで馬券で、単純にクズ馬券買っとけば当たってたんで、まあそうだね、はい、やっぱなんかもう一ひねり二ひねりぐらいしないとやっぱ難しいんだなっていうのを勉強になりましたね、本当に最初の神様意地悪、はい、本当なんか臭すぎて腹立つな、本当いや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 、なんて言っただけだ、いやいや神様はやっぱ意地悪だな思いました、本当に何言ってんだよいやいやいや、本当頭差ですからお前浮かれてきたねすいません、いやでも本当いい経験させてもらいました、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、まあでもまあね、100万、まあ僕なんかでも昔とか打ったことありますけど、うん、まあ、誤差ですよ、気持ち切り替えればまた100万取ればいいだけ、100万取ればいいだけの話ですし、ジェロニモも多分このギャンブル人生で100万なんてもうとうに負けてると思うんで、うん、確かに、そう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 ですね、
その場で負け、今回一発で負けたかもしれないですけど、取り返せます。取り返す。はい。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様でした。お疲れでした。どうでした？そうですね。僕の目では11番来たと思ったんですけど、まあ、結果頭差で負けっていうことで、本当にくずろくて、いつも4着だなっていうのを痛感して。確かに。まあでもジェロニモさんの最後思い通りにいかなかったですけど、ちょっとそろそろあの閉門しちゃうみたいなんで、あ、閉まっちゃう、閉まっちゃうみたいです。はい、いや本当だけど今日ジェロニモが主役でね、はい、ジェロニモが100万ってむちゃくちゃでかいしね、そのまあ借金したとかの金額じゃなくて、まあ愛車を売ったね、金額だったんで、まあ悲しいなと思いますけど、まあ何かをね、大きいお金を得るために売ったんで、まあはっきり言って100ゼロでこいつのせいなんで、まあそのかわいそうだけど、もうしょうがないでしかないそれがギャンブルなんて。気持ちよかったんじゃない？いや、めっちゃ気持ちよかったですね。はい、はい、100万なんて100万ですか、ただの。はい、あと頑張りましょう、頑張りましょう。はい、はい、お疲れ様でした。今日お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。